1号車青山周平、2号車有吉達也、3号車鈴木圭一郎、4号車荒尾聡、5号車金子大輔、6号車高橋貢、7号車松本康、8号車加賀谷武明。最終的には青山からの相手探しになりました。その青山 100V がかかります。5秒切ります。スタートまで残りは3秒。さあ行こう、優勝戦12レース、スタートしました。3番の鈴木圭一郎が1番青山を叩いていきました。3番鈴木が前に出て1番青山、その後ろは4番の荒尾、さらには2番の有吉が続いていきます。有吉の内側を伺うのが5番の金子、外からは7番の松本、松本がまくりに行く、さらには8番の加賀谷、6番の高橋でレースは2周回目です。好スタートを決めてきましたのは3番の鈴木圭一郎です。2番手が1番の青山周平、3番手少し離れて4番の荒尾聡、さらには5番の金子大輔、4番手2番の有吉達也が5番手の位置、内に潜ってきまして4番荒尾の内側を飛び込んだ5番の金子、しかしここは外側から4番の荒尾が押さえつけ、さらには2番の有吉がまくりにかかる。先頭2番手の差もなくなってきました。3番の鈴木圭一郎と1番の青山周平、完全部位をかけた2人の対決になってきます。残りは5周です。3番手も4番の荒尾が抑えるレースになります。2番の有吉が4番手から、そして前では1番の青山が一旦前輪かけたまくりだったんですが、3番の鈴木がまずはここは先頭、青山内を行く、しかしそれでも3番の鈴木圭一郎トップをキープ、まだレースは半分あります。3番鈴木圭一郎と1番の青山周平、青山は少しずつ外から並びかけようとする、その後ろも4番荒尾の後ろが大渋滞、外側から2番の有吉がまくりにかかる。残りは3周です。3番の鈴木がスタート決めたんですが、1番の青山周平がさあ並ぶか、まだ鈴木だ、まだ鈴木だ、青山ももう一度内や外に行く、そしてその後ろはまくってやってきました加賀谷武明。残りは2周です。4番荒尾に対してまくって並んできたのは8番の加賀谷武明、3番手が並んでいますが、それでもまだ4番の荒尾がこらえている。先頭2番手の差もほとんどないままブルーフラッグを迎えていきます。鈴木圭一郎か青山周平か、完全部位はどちらになるのか。ここは1番の青山が少し下がり加減、外から加賀谷がぶん回してきた、最後の直線に入る、しかし3番の鈴木圭一郎完全部位。2連単は3番1番1790円、2連複1と3の組400円、3連単3番1番8番7380円、3連複1と3と8の組1280円。圭一郎選手優勝おめでとうございます。まずこれだけの人が残ってくれました。
一言いただけますか。信じて、頭で買ってくださったお客さんありがとうございます。圭一郎選手、昨日3号車で1着を取りまして、2番くじで2号車が空いていました。3号車を取った事情、理由から教えてください。準決のスタートがすごい良かったので、自信持っていけるなと思って3号車取りました。そして優勝戦の試走タイム発表の時にどよめきが湧きました。どうしたんでしょうか。タイヤを、試走の開始3分前までタイヤを変えていいんですけど、ギリギリで変えてちょっとウォーマーを当てる時間がなくてタイヤが冷えていたので、試走タイムが出なかったです。スポニチさんの X っていうやつでは多分発表されてるとは思うんですけど、今後参考にしていただけたらと思います。はい、ぜひ参考にしてください。直前情報です。ありがとうございます。そしてスタートラインに着いた時は何を考えたんでしょうか。もう思想は忘れてました。はい、スタートは集中できましたでしょうか。そうですね、はい、かなり集中できました。そしてすぐ後ろには1番の青山周平選手です。音は聞こえてましたか。はい、聞こえてましたけど自分を信じて走りました。8周戦どんなお気持ちでしたか。いつも逃げてると長く感じるんですけど、あっという間の8周でした。はい、優勝はどこで確信したんでしょうか。もうゴールするまでは、刺される可能性もあるので、しっかり走りました。圭一郎選手、完全 V です。はい、ありがとうございます。そして今年もこれまで優勝戦を外しておりません。なぜこんなに強いんですか。カルマは分からないです。プレミアムカップは2回目のタイトルとなりました。こちらについてもお願いします。プレミアは相性悪くて、吉原君にも先に取られて、悔しい思いをした大会なので、これを機に、いい大会にしていけたらいいなと思ってます。はい、ナンバーワンでは最後のグレードレースということになりましたけども、しっかりと借りを返したナンバーワンらしい走りができたんじゃないでしょうか。そうですね、ナンバーワン勝負服今季、最後と思って、初日から走っていたので、こういういい結果が残せてよかったです。それではまだまだ2024年続きますけども、これからの抱負とファンの皆様へのメッセージいただけますでしょうか。はい、これからもいっそいっそ、努力して、次ナンバーワンじゃなくなっちゃうんですけど、また必ずナンバーワンに戻って、いい走りできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。大きな拍手をお願いいたします。圭一郎選手の優勝インタビューでした。